ベナスタルです、アミーゴーズ。どうも PJLL のパハロンです。はい、ということで YouTube でご覧いただいている皆さん、グラシアスアミーゴーズ。ポッドキャストで聞いているみんなもグラシアスアミーゴーズ。そしてまだチャンネル登録高評価してないそこのアミーゴスは、今すぐチャンネル登録して、俺とすでにアミーゴスになっておくれアミーゴス。もう何言ってるか分かんないアミーゴスってことで、今日もよろしくお願いいたします。はい、はい、ということでですね、本日もノアのお話でございます。まあ、今後のノアのスケジュールで言いますと、まあ、ラジアント大会があったりとかね、まあ、いろいろするわけなんですけれども、一つの注目ポイントとしては熊本大会、福岡大会という形になるかと思います。九州巡業というかね、九州大会といいますかね、これが熊本と福岡でやってくれるっていうのが嬉しいっすよね。ということで、九州の民を、熊本の民を、福岡の民を、遠征の民を、準備はいいかという形でございますが、本日はその熊本大会のお話ししていきたいと思います。対戦カードを見ていきましょう。はい、 Go on the Demolition Stage 2021ということで、こちら10月28日木曜日、開始が18時30分という形になっております。まあ言うてね、地方巡業クラスなんでね、2時間ぐらいですか、8時半9時には終わるんじゃないかなという感じだと思いますが、まあ、会場は熊本ホール、シビックホールということで、熊本城近くにできているホールですね。まあ、ここをですね、昨年、いや今年だったっけ、もうその辺も忘れちゃったけど、僕ね、全日本プロレスのチャンピオンカーニバルがね、この熊本のホールである予定だったんですよ。でこの熊本ホールってできたばっかりなんで、熊本城ホールね、シビックホールできたばっかりなんで、そこでプロレス見れるっていいなと思って行こうと思ったんですけど、まあ、コロナで中止になるというね、形になっておりましたので、そこでノアが見れる、巡り巡って結局そこで、ね、行きたかった熊本城ホールでノアが見れる。やはりこれは全てはデスティーノ、運命だろうという形になっているのかなというところですね。はい、そんな熊本大会の対戦カードでございますが、第1試合シングルマッチ、岡田金也 VS 藤村海ということでございます。でこの岡田選手ね、先日アーミーというかミリタリー系のね、ミリタリー柄の、コスチュームにコスチュームチェンジしてから見れるということでね、これも楽しみなんですよね。そして藤村選手は、まあ、熱い勢いをねぶちかます若手でございますから、第1試合からきっと燃えたぎる、もう阿蘇山のようにね燃えたぎる試合が展開されるのではないかということで、まあ、非常に期待しておりますので、お二方ぜひよろしくお願いしますね、第1試合。はい、そして第2試合タッグマッチということで、正木民也、宮脇潤太 VS 曽山学、アレハということでですね、アレハ選手も見れるんですね。はい、ハイフライヤー、ノア切手のハイフライヤー、アレハ選手がここで見れてしまうということで、いやー楽しみですね。ぜひ1回か2回かは飛んでほしいなってところなんですけど、まあ、この第2試合がですね、先日の大阪大会で組まれていた組み合わせと丸々一緒なんですよね。正木民也、宮脇潤太 VS 曽山学、アレハということで、これですね、まあ、前回はアレハ選手が宮脇選手から取るという形で決着がついたんですけど、この試合ね、もしかしたらですけど、曽谷選手が正選手から取ってタッグベルト挑戦の流れが生まれる可能性があるんですよね。はい、で、ワンチャン福岡大会にいきなりぶち込んでくるっていうサプライズもありだと思うし、まあ、当然その次の横浜でしたっけね、まあ、横浜あたりにぶち込んでいくっていう形も、まあ、考えられるというところが見ても、まあ、これはね、須谷選手がマサさんから取るんじゃないかなっていうふうに個人的には思っております。はい、そして、第3試合タッグマッチ、清宮海斗、稲葉大輝 VS キング谷、モハメドヨネということで、いやこのファンキー軍も熊本で見れます嬉しいんだよな、なんかファンキー軍が見れるのいいなと思ってるんですよね。はい、しかもね、清宮稲葉組ですからね、あの黒キヨピも見れますし、ここはまさにね、ここはね、正直ファンキー軍相手に稲葉選手どこまでやるのかと
まあ、ファンキー軍、見た目はファンキーだけど、もう体はでかい2人ですからね。この2人相手に稲葉大輝どうやっていくんだと、地元熊本だろうというところでね、燃えたぎる稲葉大輝ね、これ見れるんじゃないかなっていう感じがしてますね。楽しみですね。はい。そして、第4試合が8人タッグマッチ、早田、小川、吉成、吉岡誠樹、矢野康隆 VS、野沢論外、エイタ、陽平、鈴木小太郎ということで、熊本でもエイタ選手見れますよ皆さん、熊本ね、ビッグマッチオンリーじゃないっていうところがなんか嬉しいですね、エイタ選手。いや、これはちょっと嬉しいな。しかもこの、早田、小川、吉岡組の中に矢野安隆っていうこの感じもなんか面白そうっすよね。小川さんからまた矢野選手がいろいろ盗んでいっちゃうかもしれないしね、テクニックとか。はい。対するね、ペロスデルマールでハポン軍はもう全員出動してますからね、日高さん以外は全員出てきてるんで、これはこれで嬉しい熊本大会だと思いますよね。いやー、早田選手もまあでもヘデックは見れないんだろうけどな。まあ、どういう展開になるのかとただ、まあ、ペロス軍が、ね、やる気を出してくれるのかどうか問題っていうのもありますからね、はい、そこ楽しみですね、はい、そして第5試合、10人タッグマッチ、中島勝彦、剣王、忠助、覇王、仁王 VS 丸藤直道、田中正人、原田大輔、小峠敦、大原はじめということで、金剛 VS エムズ&正規軍というですね、形になっておりますね。まあ、小峠大原組なんかはね、もうベルト取られたばっかりでね、沈んでる場合じゃないですしね、原田選手もベルト取れなかったけど、この正規軍組が、このベルト取れなかった組が今後相手にどうね、立ち向かっていくのかっていうところと、田中選手のね、試合が熊本で見れるというですね、これは嬉しいっすね。で、丸藤さんもね、この期間だったら体絞ったままで来れるんじゃないかなとは思いますから、はい、コンディション抜群の状態なんじゃないかなとは思いますね。そして、まあ、チャンピオンになった中島勝彦というね、混合軍ですよね。はい、これは楽しみっすね。ここも楽しみだから、意外とね、熊本もめちゃめちゃいいカード揃ってるんですよね。そしてですよ、メインイベント GHC ナショナル選手権試合なんですよ、はい、この Go on the Demolition Stage 2021、まあ、Go on the Demolition Stage ということで、まあ、地方巡業の色合いが濃いなというふうにね、単純に僕は思っていたわけなんですけれども、この中でナショナル戦やるっていうベルト戦やっちゃうっていうね、この意気込みですよ、ノアの。やっぱね、ノアは地方でも本当にいい対戦カード組んでくれるし、まあ、きっとね、地方巡業でもいい試合してくれると思います。そして GHC ナショナル選手権が杉浦隆 VS 望月正明ということで、はい、いや、どんな、結構、まあ、言うてやっぱバチバチのメインになるのかなっていう感じしますよね。はい。なのでね、ここはね、意外と濃いですね、この熊本の対戦カード。まあ、第2試合でもしかしたら瀬谷選手がマサさんから取ればタッグ挑戦権得るんじゃないかってこともあるし、ね、スティンガーの中に矢野くん入っちゃってとか、で対するペロス軍にはエイタ選手ちゃんと来てくれててとか、ね、で、第5試合では10人タッグ、ね、やってくれてとか、でメインが GHC ナショナルっていうベルト戦をやってくれるっていうことで、いやー、熊本も侮れんなということでございますんで、熊本の民よ、チケット買ったのか買ったのかチケットということで、もう今から買っても遅くはないということで、ぜひ、ホームページの、ね、ホームページなどをチェックしてチケットを購入していただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、少しね、まだ間時間ありますからね、もうチケット買ってから迷ったらいいから、
あのチケットを買うかどうかを迷うんじゃなくて、チケット買ってからどうやって行くかで迷ったらいいからむちゃくちゃ言ってるけど、はい、まあ、展開的にはそんな感じなんでね、まあ、ぜひ熊本で、ね、美味しい馬刺しを食べたりとかしながら、思い出も作ったりしながら、プロレス観戦でいい思いというかね、楽しい思い出を作っていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。そして私 PJLA のパハランともともにいい思い出を作っていただければと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価の方をよろしくお願いいたします。そして動画の概要欄の方いろいろ見ていただくと分かるかと思いますが、パハロン応援月1300円のスパチャ価格ね、メンバー募集もやっておりますし、 PJLA オリジナルグッズも購入することもできる形になっておりますし、はい、あともう一つパハロンの家の話というチャンネルもありますんで、そちらの方のチャンネル登録もぜひお願いしたいところでございます。はい、ということでね、皆さんまた次回の動画でお会いいたしましょう。セニョス、アミゴス、ホミーズ、クソ野郎ども、アースタルエゴ、アディオス。